カーブ要素、10段図からカーブ要素を入力します。その場合、カーブの形状を選択し要素を入力していきます。しかし、測量システムをご購入の方は IP 座標から入力が可能となります。その場合は BC や KH などのカーブ測点は自動発生します。今回は IP 座標を入力してみます。一度10段図を終了してください。